サミュエル・デュランスはアメリカ人の科学者であり、ペイロードスペシャリストとしてアメリカ航空宇宙局のミッションで二度宇宙飛行を経験した。デュランスは1943年9月17日にフロリダ州タラハシーで生まれたが、同州タンパを故郷と考えている。カリフォルニア工科大学ロサンゼルス校で1972年と1974年に おのおの物理学の学士号と修士号を取り、コロラド大学、ボールダー校で1980年に宇宙地球物理学の博士号を取った。デュランスは、ジョンズ・ホップキンズ大学の物理学、天文学部の主任研究員となった。アストロ天文内の危機器の一つである、ホップキンス市外望遠鏡の共同開発者である。2000年からは、 ケネディ宇宙センターに置かれるフロリダスペースリサーチインスティチュートの事務局長を務めている。現在はフロリダシューメルボルンに在住しており、フロリダ工科大学の物理学、宇宙科学の教授を務めている。アメリカ天文学会、アメリカ地球物理学連合、国際天文学連合、宇宙体験科協会、惑星協会、ファイカッパファイに所属していた。 宇宙からの放送による初めての授業を行うデュランスとジェフリー・ホフマン。またこの時、初めて宇宙で、ネクタイが着用された。ペイロードスペシャリストのデュランスとロナルド・パリーゼ・デュランスは、ホップキンス紫外線望遠鏡とアストロ天文台の、飛行ハードウェアの改良、光学系、機械の設計、製造、統合を担当した。15年間、 ジョンズ・ホップキンズ大学で研究及び学生の指導を行い、文工系、検出器、撮像システムの設計と製造、多くの宇宙機や地上の天文台の製造や建設にも携わった。彼はジョンズ・ホップキンズ大学で地上の天文台用の保証工学機器を開発するプログラムを立ち上げて指揮した。彼は保証工学コロナグラフを設計、製造し、これを用いて、 近隣の構成を好転する冷たい褐色外星を初めて発見した。ガカザベータ製のゴミ円盤の変化の共同発見者にもなった。太陽系の形成と進化、太陽系外惑星、惑星科学、大気物理学、核物理学、保証工学、宇宙機の運用、生命の起源等も研究しており、これらの分野で60歩以上の論文を書いている。 1990年12月の STS-35 と1995年3月の STS-67 にペイロードスペシャリストとして参画し、615時間以上を宇宙で過ごした。ありがとうございます。